アギラー、自分ルール。西部の新外国人、ヘッス・アギラー内野手は、右足首痛で8日に出場選手登録を抹消された。しかし、それまでに先発した29試合は全て4番で出場している。ブルワーズ時代の2018年にメジャーのオールスターとホームランダービーに出場したスラッガーは、一塁守備の評価も高い。日本野球をどう捉えているのだろうか。日本では伝統的にチームの最強打者が4番を務めることが多い。アギラーは、それは知らなかったよと苦笑する。何番を打つにせよ、チームに関わる全ての人のために、ベストを尽くすことは変わらないとした上で。メジャーではベストヒッターは2番を打つことが多いね。自分もタンパベイ時代に2番を打ったことがあると振り返る。1、2番は打席が数多く回ってくる。メジャーの年間162試合をトータルで考えると、巨体の自分にとっては少々体力的に酷。5、6番を打つことに慣れているし、居心地がいいよとジョーク混じりに語る。一方で、190センチ、125キロと大柄ながら、一塁守備は警戒できようだ。ゴロを補給すると、ベースカバーに入る投手へ実にソフトなトスを送る。その様子に、周囲から、アギラーのトスには愛があるとの声が上がっている。本人は、優しくトスしているつもりはなかったけれど、そう言われているのなら、これからは気にしていこうかなと、ちゃめっ気たっぷりに笑う。阿部正弘内野守備走塁コーチは、例えば、その日の相手チームで足が速く、セーフティバントンに気をつけた方がいい選手は誰か、などをよく話していますという。チームメイトに、アドバイスを求めることがあるかどうかを問うと、アギラーは同僚たちを、家族と呼びつつ、言葉の壁があるし、試合前に選手の集中の邪魔をしたくはないから、話しかけるのを控えていると明かした。新外国人打者また総崩れかな、サンタナ。オスナはすごいね。まあ何かといろいろあるから気にしないで、頑張っていこう。良くも悪くも真面目なんだろうな。岡田とかいれば、コミュニケーション取っていけたのかな。人柄とかナイスガイとか言ってるファンがいるからダメでしょ。プロは結果が全て。犯罪者じゃなければ別にいい。先日のドジャース対マーリンズ戦にて、名前が見当たらなかったから、マイナーにでも落ちたのかと思っていたが、いつの間にか西部に来ていたのか。暑くなる頃には、投手陣も疲れてくる。その時に、たっぷり恩返ししてくれると信じてるよ。本来の力は、こんなものじゃないと思っている。しっかり調整して戻ってきてくれ。ライオンズの助っ人は、ほんとナイスガイが多い。あとはある程度打ってさえくれれば。アギラーも人柄も良さそうだし、これから日本の野球観みたいのがついてきたら面白くなりそうですね。コルデロにも期待したいですね。